で、川上は健在なのかね。ああ、ピンピンしてるんじゃねえかな。正直私はね、あの老人が存在しているだけで日本は核を持っていると言い切ってもいいぐらいだと思うのだよ。昔ならともかく。で、他にも日本には何人か厄介なのがいるが、それら全ての死とも言える川上の存在が私は怖い。彼は学校を運営していると聞くが、まさかそこで育った子供たちも皆同様の強さを有しているのではないか。そりゃ物理的に無理。鉄心のじいさんが気骨ある若者が育てたいってね。なるほど、侍か。まあそういうことなら大丈夫か。しかしあのじいさん、俺が生まれた時から外見変わってないんだとさ、すごいだろ。わお、なんだそれは、忍術か。怖い。よし、そろそろ仕掛けるか。仕掛けて子孫人なし。おい、みんな聞いてくれ。転入生のことだけど、性別もわからなくて謎に包まれてるだろ。どうせなら男か女か書けないか。掛け札作ってきたんだ。こらこらは。前も言いましたが、掛け事はいけません。お金のありがたみというものをですね。どういてな院長、危ないぞ。胴元になるってか。ああ、手数料なんざ取らねえよ。男か女か一つに絞ってかけるってことで。値段と配当はどうなってるんだよ。札は1枚1000円、配当はどっちも2倍。公平だろ。よし、乗った。あたし男子に3枚。よお、俺はバイトしまくってるんで大勝ちしても金の心配はするな。あたいは男子に5枚。おお、買うね。前通り。ちなみに上限1番ね。やり、札もらうときに風間に触っちゃった。でもこの掛けはもらったって感じ。転入生は男って噂入ってきてるもんね。1枚ゲットだわ。くだらんの、小遣い稼ぎにはいいか。ちょっと軍師ヤマト、これどっちなのよ正解は。あら、そうなの。じゃあ私もやめとこうっと。お小遣い多くないのに外れたら痛すぎるしさ。あれ、ワンコ貼らないの。ダッサーい。やってやるわよ、女1枚。おお、お前金大丈夫か、ワンコ。ヤマトが何か企んでるからいい。はいはい、予想するよ予想するよ。100円だよ。スグル、予想なんてやって大丈夫？ちょっとその予想を聞いてみようかな。意外と鋭いとこついたりするからな、こいつ。そもそもこのクラスには女が一人多いんだぜ。ってことは男の方が確率高いだろうが。あ、そっか。それ単純だけどかなり重要だよね。バカめ風間、
正解の方に多くの人間が賭けるもんだから大損だ。売れたな。頑張ってくじ作ってよかったぜ。今日の帰りまで受け付けておくぜ、みんな。この掛け札よくできてるわね。複製防止ね。こういうのに労力使うんだから。わあ、よく見ると札に番号まで振ってある。採算取れてるのかな。元から悪い子だから博打にも乗りやすいんだろう。院長の使命が。気にすんなって、よくやってるよ。よし、俺様も札買ってこよう。ガクトさんだけでも不良の道から救い出されば、しがみついてでも止めてみせます。おいキャップ、女に3枚。悪い、捕まってるの気づかなかった。はい、自分委員長ですから。それにしてもお姉さんは悲しいです。そっちの方が夢があるだろう。むしろ女でいてほしい。はーい、今日もおじさんが来ましたよっと。眠いやつは適当に寝とけ。まあおじさんは大工業って言ってるが、要するに便利屋よ。何でもやりますってな。これはこれで面白い職種だ。で、来週には進路希望調査が始まるな。前工場が長い。本題入ってくれよ。進路で就職を選ぶやつも最近多い。働く上での心構えについて話すか。問題。ある企業で面接中にこういう質問が来ました。あなたは心に残る製品が作りたいですか？それとも売れる製品が作りたいですか？面接という前提においては、どのように答えるのが正解だったのでしょうか。さ、話し合え。売れる製品でしょ、そりゃ。え？でも、心に残る製品の方が良くない？心に残れば、次出すときはたくさん売れるかもしれないし。つうか、心に残ればリピートで売れていくんじゃね？うん、僕は心に残ったお店はもう一度行くしね。残酷な話かもしれませんが、売れないと。うわ、委員長が意外とオーナーじゃなくてリアリスト。そこに入社すると考えれば、売れてなんぼと割り切らないかんだろう。その会社の商品が何かでもちょっと違いがあると思うんだが、基本は売れるもんだ。
直江、お前はどう思う？言ってみろ。この企業だとそれだと丸だな。もう一つは×。だけど花丸の答えも存在するんだぞ。売れてかつ心に残る製品といえばいいんだろ。そうだ、質問は二択だったが、柔軟にそんな風に答えていいんだぜ。宿題は特になし。エンジョイ学校生活じゃな。ちょっと待った、ヒゲ。な、質問は面倒いから受け付けねえぞ。今週うちのクラスに転入生来るの知ってるか？ああ、ドイツからだろ。仲良くしてやれよ。そうやって育んでいく思い出が大切なんだぜ。そういうのがないとおじさんみたいになるからな。転入生がオスメスどっちかわかる？なんだ、それが何だってんだ。実は今俺のクラスで賭けをやっていてだな。なるほど、そりゃ情報知りたいわな。ぜひ教えてくれ。教えてもらうな。おい、なんだよその手は。鈍いなおめえ。金だよ金。飯代3,000円。まかかるなよ、大問題じゃねえか。情報量だよ。いいか、世の中ラブ&ピースじゃなくてギブ&テイク、それを教える授業だよ。まあ最終的に儲ければそれでいいか。本当に情報は確かなんだな。多分な。だが決めるのはあくまでお前の自己責任だ。わかった、払うぜ。毎度、これで夜はおかずが増えるな。お菓子、エロいな。お菓子のやつだな。で、答えは麺だ。男が一気に泣いてきた。せめて金儲けするか。でも俺が急にドカンとかけたら怪しまれるかな。なに、情報仕入れてドカ買いなんぞ常識よ。別に違反でもなんでもねえわな。そうか、うん、なるほど、助かったぜ、ヒゲ。本当はどっちか知らないけどな。確かうちのクラスの女子が男と言ってたぜ。ヤマトの流言作戦がバッチリハマったな。転入生が女ってのは今朝調べて確定してっからな。何をやったの？だから男に強気に張る人多かったんだ。外れる奴が多ければ胴元が儲かる。ミヤコ、こんな男だぜヤマトは。それでもいいのか？セコかっこいい。
まあその噂に惑わされず自分で確かな情報を調べたやつもいたからな。最後に来てドカンと女にかけたゲンさんとか、あれ絶対そうだろ。しっかりしてるな。さすがチームの知恵袋。さーて次は何で遊ぶかなっと。大変だ。この企みをみんなにバラしてしまおうか。バラしてほしくなければ男ならわかるはず。小さくても笑わない。冷酷な視線は浴びせるかも。ちゃんと教育しろよ。ところで小さいって何が？ジュニア。ジョージア？耳貸して。あのね、私がキャップに近づいたからジェラシーよ。ああ、すまんすまん、悪かったね。ヤマト、仲見世通りで何か食ってかないか。これはこれはこっちになります。